全ソース62番。今回給水ボトル豪華だね。いつもと違うよね。いつも俺とタムケンが作ってたから限界があった。まあ確かに、これ見て、この写真。俺とせやさんとタムケンの3人で行った伊豆だっけ、あれ伊豆旅行の写真がなぜか使われてる。6年前ぐらいの。でもこれ見て頑張れないよね頑張れるでしょ今回はレトのメンバーが作ってくれて、手が込んでるね。手めっちゃ込んでるよめちゃめちゃ手込んでる。僕でもシーフードドリアが好きですね。ありがとう。いやー、なんかどうだろうな、めっちゃ怖いっすのはめっちゃ怖いし、明日終わったこの時間に自分は何を思ってんだろうって思う、ね、本当に何を思うんだろうってもうだってずっとさ2年弱はまあ正直何があってもまあこの MGC のためだったし、やっぱずっと僕の中で大きかった、やっぱこの2年弱だったんで、まあ明日どういう気持ちになるのか、まあ終わってみないと分かんないけど、お疲れ様でした。もう足が。どこ？ハムの。ハムとやっぱもう練習不足のなので、もう足が限界し。初フル的なもん。いや、よく帰ってきたよ。今一番どこいて？処置しようか。
フィニッシュ地点はどうだった、どういう思いだった。まあゴールまでなんとか帰ってきたなっていう感じ。あの笑顔は作り笑顔、作り笑顔してた、笑ってるように見えた、めっちゃもうほっとしたんだろう、ね、うん、まあ、ほっとしたというか、まあ、もちろん結果はもう散々なんだけど、それは求めてた結果とは全然違うし、満足いく結果じゃないけど、やっぱ数日前の状況から考えて、まあマラソン甘くないなっていうのもそうだし、まあでもよくもうスタートラインに立てなそうなところから、まあ、少ない可能性を信じて最後までやってよかったなっていう、まあ諦めなくてよかったなっていう思いもまああって、でまあ正直本当レース前とかめっちゃ不安だったし、アップの時も心の中はやべえなっていう感情とかは結構強くて、まあでもとにかく最後まで走ろうっていう気持ちで、まあ、走って、まあ競技場入った時はまあやっと帰ってこれたっていう、やっとなんかこう解放された感じ。いや気づれなみたいな。いやまあそらそうだ、まあでももうそこはどうどう。こんにちは。っていうのは、納得いくあのものではないですし、満足の結果ではないんですが、まあ、実を言うと2週間ほど前からあの 100m も走れないほどの状態に陥ってしまい、まあ、出場をできるかどうかっていうところまで、追い込まれていた中で、まあ、ただ自分にとってこの MGC っていうのはやっぱ2年弱まあ、人生をかけて生活から、まあ、練習から全てをかけてずっとやってきた大会だったんで、やっぱ最後まで諦めたくないなっていう気持ちをずっと持ってやってきて、でまあ最後本当火曜日の今週の火曜日の午後から、まあ、やっとなんとか走れるようになって、もう本当ギリギリの状態だったんですけど、まあ、スタートラインに立つことができて、昨日の練習とかも本当もう逃げ出したくなるぐらいすごい苦しかったんですけど、でもまあ最後までやっぱ諦めたくないという気持ちだけを持って、とにかく今できるベストを尽くそうという気持ちで今日は走りました。まあ、最初から、まあ、先頭集団につくことできず、本当に何もできなかったんですけど、まあ、皆さんの応援があったからこそ最後まで気持ちだけは切らさずに走ることができました。今日のマラソンは人生で一番すごい苦しくて、もう何度もやめようと思ったんですけど、本当に一番苦しかったマラソンですけど、一番応援されたマラソンでもあって、本当に皆さんの応援のおかげで走ることができました。本当に感謝してます。こんなにたくさん応援してもらったのに、このような結果で終わってしまって、
本当に申し訳ないです。諦めなくてよかったなっていうのはゴールして思いましたし、やっぱゴールして、まあ、すごい悔しい気持ちも込み上げてきて、また頑張りたいなという気持ちにもなってるんで、また次の目標を見つけて自分なりに精一杯努力していきたいと思います。そして皆さんに次こそは最高の走りで恩返しできたらと思います。本当に今日は寒い中応援ありがとうございました。